いざ行かん。100戦91敗6引き分け3勝ひどいな。お待ちください指揮官、これなら悪くない結果なのでは。もし全てを指揮官基準で判断したら、その試験に合格できる人はいないはずです。100戦中たった3勝だ。それも仮想戦で。これが悪くない結果だと。はい、勝率は 3% ですが、最後の3回は連勝でしたよ。どうしてそこまでハニーを作戦から外したいのかはわからないけど、ハニーも悪ではすごい指揮官なのよ。三大企業の CEO も中央政府の偉い人たちもみんなハニーに注目してるんだからね。そんな人をここまで冷遇するなんてひどくない？そうですよ、師匠はこう見えて副司令官直属なんですからね。そうそう、アークのライジングスターなんだから。あなたたち、今のは失言ね。指揮官はアークから来たもの全てを軽蔑してるのよ。モア、イサベル、ハラ、私が戻るまでにあいつの姿が見えないようにしてくれ。こっちも説得しようとしてるのに逆効果だったわね。ごめん。そうですよ、皆さんのせいではありません。まだ遠くまでは行ってないはずです。私が説得してみます。いざ行かん。ボルト、行こうかの。行くっす。こやつらを切ればいいのかい？あそこに行けばいいですか？